どうもタブヤンです。ファイナルファンタジー6フィガロ城からお届けしております。エドガーマッシュの兄弟が揃いました。さあ、おっと敵出てくるのか。オッケー、エドガーの機械でサンビーム、もう倒せるんじゃない。どうだ、倒せない。ビスマルク、さあフィガロ城をなんとかね修理して動かしたい。こっちか。宝箱はすべて盗賊が持っていきましたね。お、ソウルセイバーをゲット。なんだソウルセイバーって、武器か。あれ、どこ行った。ソウルセイバー、武器っぽい名前だよね。え、あ、これか。ダメージ分マジックポイントとして吸収し、時々デスを追加発動。え、ダメージ分吸収って相当吸収できるんじゃないの。攻撃力はてな。え、なんか意外にすごい武器かもしれないよこれ。試しにちょっとセリスに装備させてみようか。ソウルセイバー、あ、攻撃力やっぱ落ちますね。落ちるけど、あ、魔力も落ちるけど、マジックポイント吸収できるのは大きいよね。なんか仕掛けないかな、フィガロ城。ここはスイッチとかじゃないんだよね。わあ、ドロップ、初めまして。セリスの通常攻撃、あ、混乱した。マッシュ、エドがこの前買った槍を2つ装備してますからね。お、80ダメージ与えて、え、マジックポイント吸収できないのか。エドが強い、いろいろ混雑してる。セリスマジックポイント回復たまにしか発動しないっていうことかね。そういうことだね。マッシュもセリスも疲れきってるけど、いけるか。どこだったっけ。元の位置に戻って地下2階、ネックハンター、マジックポイント吸収。あ、混乱してる。混乱回避のアクセサリー装備したら、あ、150回復した。マジか、これはすごい、いいね。これでもう魔法マジックポイントの消費気にせずに戦えるんじゃない。アスピルとかよりも強力だね。まあ、その代わりセリスの攻撃力が、通常攻撃はもうね期待できないけどね。攻撃は2人に任せて、セリスは基本魔法で、マジックポイントがなくなったら通常攻撃で。おお、すごい回復力。これは使える。まあ、将来的にはティナにも使えると思うしね。安らぎの指輪を2個手に入れた。やったぜ、これいけますね。おお、マジックポイント最大まで回復。これでエーテルを節約できますよ。治ったんですね、それ浮上。え、もう治してたの。あ、そうか、あの触手が邪魔しててっていうことか。おお、フィガロ城上昇できた。トーリンゲン行く。あ、そうだね、降臨源どこか分かんないけど、多分北西のとこかな。行こう。そら、ええんや、コーラ。地形がだいぶ変わってるけどね、世界の。世界
界が崩壊して、それでも生き残っている人たちがいる。あ、フィガロ城ここに移動したよね、以前もね。さあ、だいぶ大陸の趣が違うけど、お気をつけて、軽いな。あ、ここ入れる。懐かしいな、俺ちょっと城の中見て回ってくるぜ。おお、みんな、あ、ダッシューズがなくなった。エドがダッシューズ装備。エドガー様、お帰りなさいませ。空気ってものがこんなに大切なものだったとは。そうだよね。さあ、城の中探索しようか。自分の城だけど、魔石から魔導の力を引き出す。素晴らしい、うん、このフィガロの、あの機械の力もね、使っていきたいよね。お休みになられたら、そうだね、休みたいけど、なんか通してくれないな。ああ、みんなよかったな。あ、休みましょうか。はい、休みます。マッシュは放っておこう。マッシュ、玉座の間か。ふん、変わらないな、この城も。いや、違う。もうここには親父もおふくろもいない。もう誰も、あの日から。今晩が峠じゃの。嘘だ、そんなの嫌。新館長様、王様が。兄貴、そうか、言ってしまったか、父上。エドガー様、こちらにいらしてたんですか。たった今、父上様がフィガロをお二人に任せるという最後の言葉を残して。バカ野郎、帝国が親父に毒を持ったんだと噂してる。かと思えば王位の話ばかり。誰も心の底から悲しんでるやつはいない。俺たちが生まれて母さんが死んだ時もきっとそんなことは。バーヤだってそうさ。マッシュ、帝国のやつら許さない。バーヤ、下がっててくれ。国を出よう。こんな争いごとばかりの国を出て自由に生きるんだ。兄貴も王位なんて嫌だって言ってるじゃないか。自由に。でも一度に二人の世継ぎを失ったらこの国は。父上は国を頼むと。マッシュ、父上のくれたコインで決めよう。表が出たらお前の勝ち、裏が出たら俺の勝ち。好きな道を選ぶ。恨みっこなしだぜ。いいだろう。
行くぜ、そーら。そしてお前は自由を選んだ。10年か。あのチビがこんなにでっかくなっちまいやがって。兄貴こそ国王様が板についてるぜ。マッシュよ、俺は親父が恥じないような王か。きっと親父はあの世で鼻高々さ。10年か、長かったな、長かったな。二人とも大人になっちまったとこで一杯やるか、飲めよ。乾杯だ、親父に、お袋に、そしてフィガロに。ふーし、行くか。マッシュ、大きくなって今でも思い出します。私を本気で怒ったことを。あの時私は人間として大切なことを教えられた気がしました。さあ、降臨源の地行きましょうか。焦らず周辺でレベル上げしながら行きたいと思います。さあ、何かを発見しました。前回のね、教訓、テントで休んでから行きましょう。なんだここは。特に何もないですね。わからない。次行こう。今度こそ町か。降臨源の村。ナルシェは魔物だらけ。俺は帰るところを失ったんだ。もうダメだよ。美しい日々はもう帰っては来ない。のどかだね。宿屋。お、セッツァーじゃないか。おい、セッツァー、生きていたか。一緒に行きましょう、ケフカを倒しに。うん、もう俺は何もやる気力がないよ。何を言っているのよ。もともと俺はギャンブルの世界、人の心にゆとりがあった平和な世界に乗っかって生きてきた男。そんな俺にこの世界は辛すぎる。それに翼も失ってしまった。引く手のことかい。セッツァー、元気を出せよ。世界が引き裂かれる前にあなたは私たちと必死に戦ってくれたじゃない、あんな辛い戦いに。でももう俺は夢をなくしちまった。こんな世界だからこそもう一度夢を追わなければならないんじゃない。世界を取り戻す夢を。セッツァー、あんたの言う通りだぜ。
付き合ってくれるか、俺の夢に。ありがとう。行こう、ダリルの墓へ。ダリルの墓、蘇らせるもう一つの翼を。さっき言ったとこか、ダリルの墓。墓に行けばいいんだね。オッケー。セッサー、装備を整えましょう。さあ、次回はセッサーがリーダーだ。それではまた、さよなら。